塗り絵の紙があります。何も色が塗られてない状況なんですけども、私が塗ってみます。こういう塗りましたね。最後にここで、はい、じゃあこれで完成ですね。じゃあ塗った塗り絵を今度スキャンをします。はい、塗った塗り絵ですね、先ほどこれを一回スキャンをします。スキャンをしたら今度ホログラムで 3D で出てきますね。まずは何も塗られてない状況で出てきます。だんだん同じ色で塗られてるの見えます。はい、で説明が流れて、ここで消えていくんですね。で、全体の水族館に出てきます。引っ掛けるところがそうです。で、また同じ色の亀が、出てきますよね。で、先ほど塗った、塗り絵なんですけれども、せっかく塗った塗り絵なんで、これを捨てるのではなく、今度あるアプリをね立ち上げてかざすだけです。そうすると塗った色の亀が同じく出てきます。で、ずっとかざさなくても出てきます。これをね、大きくも小さくもできます。なおかつ亀の向きをこういうふうに変えられます。で、塗った色で、あ、こういう感じで写真も一緒に撮れます。で、 SNS で共有することができます。